あなたは巨大な物体に押しつぶされて死ぬ恐怖を想像できますか？2008年3月18日、アメリカテキサス州の都市ラホーヤ。残念です。手は尽くしたのですが、その日の深夜、病院へ駆けつけた一人の女性を前に疲れ切った表情でうなだれていたのは、その場に居合わせた医師や看護師たち。緊急搬送された2歳の男の子は、運ばれた時にはすでに危険な状態となっており、スタッフが最善を尽くしたとしても結果はほぼ目に見えていました。そうとは分かっていても、息子の死を信じられない母ジェイミーは病院の廊下で人目もはばからず大声で泣き叫びます。ああ、エリセオ、どうして死んでしまったの。そして何よりジェイミーが信じたくなかったのは、息子のエリセオ君を殺害した犯人が彼女の姉マイラだという事実。そしてその死因は、事情を聞いた警察ですら耳を疑う内容でした。2歳のエリセオ君はおばマイラの470キロの体重で圧迫死したというんです。幼い命を無残にも奪った470キロもの体重、少年はなぜ圧迫死などという予想外の死を迎えることになったのか。事件の真相を知った時、あなたは犯人を責めることができるでしょうか。おざす、皆さん新年明けましておめでとうございます。ケンちゃんです。ヤミカです。というわけでね、ヤミコさん、2024年になりましたよ。なったわね。今年はね、初年ですよ。初年、ドラゴン。今年はね、ちょっと僕もね、うん、最近筋トレ始めたんで、龍のようにね、強く、あ、強く、ね、強い男になって、あ、ドラゴンを目指してるのかと、はい。もうなんか、龍のフェロモンみたいに出せるぐらいの男にね、なろうかなと思ってますよ。最強ね、それは。はい、なんだ、私も出したいもん、龍のフェロモン。そうだよね。何？通りがかりにさ、もうそれ龍のフェロモンだけ龍が如くみたいなことってどういうこと、うんうん、ちょっと俺も何言ってかよくわかんないですけどあ、でも、はい、で私もその目標にします、うん、龍のフェロモンを出す2024、うん、で一緒にね、ぶち上がっていきましょう、今年も。で、視聴者のね、皆さんね、はい、メトラの皆さんもですよ、まあ、毎年で挑戦しようとかいいけど、別に毎年言ってていいと思うんですよ、うん、新規一点ね、何か今年ね、新しい挑戦するとかね、あると思うんですけれどもね、まあ、今の時間にね、このアルゴメトリーをね、見ていただけたらね、我々もね、あの力になるんでね、引き続きね、2024年もね、変わらずね、よろしくお願いいたします。今回ご紹介するのは、アメリカテキサス州で起こった驚愕の殺人事件について。なんとこの事件ですね、凶器となったのは470キロもあるその巨大な体だったんですよ。待って待って、そもそも人間って470キロとか、うん、そんな体重ありえるの？ありえるんです。すごっ。普通はね、簡単にはなれないですけど、うん、どうやってそこまでの体重になったのかっていうところと、うんうんうん、犯人はね、その巨大な体をね、いかにしてね、武器にして被害者をね、殺めてしまったのかっていうね、この2つについてね、見ていきたいと思います。不幸な圧迫死。2008年3月18日、舞台はアメリカ・テキサス州の都市ラホーヤ。はあ、なんてことなの、エリセオが死んじゃうなんて。その日、深夜の病院で悲痛な泣き声を響かせていたのはジェイミー・リー・ロサレス。彼女が嘆き悲しんでいるのは、つい先ほど搬送された2歳の息子エリセオ君が亡くなってしまったためでした。息子のエリセオ君は頭部に大きな外傷を負っており、運ばれた時にはすでに危篤状態。医師の懸命の処置をもってしても、その小さな命をつなぎ止めることはできませんでした。そして不可解だったのは、病院へ駆けつけた警察に対する母親ジェイミーの状況説明。彼女は何があったのかを問われると、少し戸惑いを見せた後、自身の姉の名前を口にしたんです。エリセオが危篤状態になったのは私が出かけていた間の話でした。その時あの子の面倒を見ていたのは姉のマイラなんです。ジェイミーのその説明を聞いた警察は、彼女の姉マイラにも事情聴取すると、彼女は観念した様子でこう話し始めたんです。はい、私がベッドの上でエリセオを押しつぶしました。警察はマイラのその言葉を聞くと、亡くなったエリセオ君がどれほど苦しい思いをしたかを想像し、顔をしかめました。なぜならマイラは体重470キロもある巨体だったから。2歳の子供がその470キロ も 0.5 トンじゃないや、それがのしかかってきてって考えると、もうとっても苦しかったんじゃないかなってね、想像できるわよね。亡くなったねエリセオ君もそうなんですけれども、うん、意図せず殺してしまったねマイラもね、気の毒っちゃ気の毒っすよね。いやー、悔やまれるわねこれは。犯人のマイラはシングルマザーの妹ジェイミーとその4人の子供たちと同居していました。マイラは非常に面倒見のいい女性で、事件の日も外出した妹に代わって子守を引き受けていたん
です。そしてその日マイラと同じベッドで眠りについたエリセオ君、マイラはその小さな体に気がつかず転がった弾みで彼を押しつぶしてしまったというんです。気がついてすぐに救急車を呼んだんですが間に合いませんでした。そう口にしたマイラの表情はエリセオ君の死を悔やむと同時に異常なほどに巨大化した自分の体を恨むかのよう。そう、彼女は事件当時キングサイズのベッドを占領するほど太っており、自分でもその体重をどうにかしたいと悩んでいました。そうやって悩んでいた矢先に起こってしまったのがエリセオ君の事故だったんです。もともとマイラはぽっちゃり体型の女性が多い家系の生まれ、マイラの母親や妹も100キロ近い体重があります。マイラも元は彼女たちとそう変わらない体重だったのですが、この3年ほどで数百キロ増量。当時のマイラは単に遺伝的な問題だけではなく甲状腺の病気の影響で体重が大幅に増えていったんです。いやもうそうよね、だってさすがにちょっと太ったって言って470キロなんてことありえない話よ。これは甲状腺の病気って言ってたの、これどういう理屈なの？これね、実は一般の人にもねありえる話なんですよ。そうなの？理由もね分からずになんか体重増えちゃうなって人はちょっとねこれ疑った方がいいかもしれないです。というわけで本日のメトラーキーワード、甲状腺疾患による肥満について。甲状腺疾患は喉仏のすぐ下にある甲状腺の働きが低下し、新陳代謝を促す甲状腺ホルモンが不足することによって起こる病気。甲状腺に異常が現れると喉に腫れが現れますが、体型がふくよかでもともと首が太かったりすると気がつきにくい点が厄介なんです。甲状腺疾患は悪化すると便秘や顔のむくみ、体重増加のほか激しい物忘れや眠気など様々な症状を引き起こします。当のマイラもこの甲状腺疾患に気づかず放置していた結果、事件直前の1年ほどは寝たきりの状態を強いられていたんです。寝たきりで自分の思うように体も動かせなくなっていたマイラは、不注意でエリセオ君を押しつぶしたとしても何ら不思議ではない状態。彼女は事件について自分の巨体が狂気になってしまったことだけを語り、それ以上は何も話しませんでした。そんなマイラの噂は瞬く間にアメリカ中に広がり、彼女はハーフトンキラー、つまり1トンの半分を意味する汚名で通称されることに。ただマイラが自分が犯人だと主張する一方、どうしてもその説明に納得がいかない人物がいたんです。それはマイラの弁護人。彼はもう分かりきっているはずのこの事件の犯人について次のように言及。マイラさん、あなた本当は殺してないでしょう。殺してない？いや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 、マイラが言ってることと弁護士が言ってること全然食い違ってるじゃない。どういうことよこれ。実はですね、エリセオ君のね遺体の状態から考察するに、マイラがねこの犯行を犯すのは、絶対に不可能だったんです。事故か他殺か、私がエリセオを押しつぶしてしまったんです。不幸な事故だったんです。マイラはエリセオ君が亡くなってから数ヶ月間、弁護人にも検察にもそう主張し続けていました。しかし弁護人は彼女が何度そう説明したとしてもその主張に納得できずにいたんです。おかしいんですよ、エリセオ君の頭部の外傷は押しつぶされたというよりは明らかに殴られたものなんです。司法解剖の結果、エリセオ君の死因は窒息死ではなく頭部を鈍器のようなもので殴られたことによる頭蓋骨骨折。さらに体中には複数のあざが残っており、自ら犯人を名乗るマイラの証言とは矛盾している点が多数あったんです。しかし、いいえ、エリセオを殺したのは私です。弁護人に何を言われようと頑なに態度を変えようとしないマイラ。そうなれば外傷の様子から察して彼女はエリセオ君を押しつぶしただけではなく鈍器のようなもので殴りつけていたことになります。ただマイラにとってその犯行は絶対絶対に不可能なものでした。なぜならマイラは自身のその体型のせいで鈍器を振り上げることができなかったから。そう、470キロまで体重が増えた彼女は自身の脂肪が邪魔をして腕を振り上げられないほどになっていたんです。聞いたことないわよね、太りすぎてたことが証拠になっちゃうなんてさ。じゃあよ、誰が殺したの？そこですよね。実はね、このマイラにはどうしてもね構わなければならない人物がいたんです。それはエリセオ君が亡くなった2008年3月18日早朝のこと。エリセオ、どうして言う通りにしてくれないの？ご飯ぐらいさっさと食べなさいよ。マイラの妹ジェイミーはなかなか言うことを聞かないエリセオ君を鬼の形相で怒鳴りつけていた。いい加減にしなさい、何回言ったらわかるの。苛立ちに任せてエリセオ君を殴りつけるジェイミー。そんな親子の姿は今に始まったことではない。泣いている時に無理やり食べさせようとしても食べるわけないわ。マイラは困ったような表情でジェイミーに語りかけるが、彼女の怒りは収まりそうもない。このさっさと飯を食え。
怒りに任せ持っていたヘアブラシで何度も何度もエリセオ君を殴打するジェイミー。彼女は散々息子を殴った後、腹の虫が収まらない様子で家を出て行ってしまう。そしてこの時にはもう手遅れだったのかもしれない。ジェイミーが出て行った後、エリセオ君を優しく抱きしめていた姉マイラはふと腕の中の彼の異変に気がついた。エリセオ、ねえエリセオ。そう、頭部に著しい外傷を負ったエリセオ君はすでに危篤状態。マイラはすぐに救急車を呼ぶが、巨体の彼女が付き添うことは難しく、ただ自宅のベッドの上で甥っ子の無事を祈るしかなかった。そうやってマイラがひたすら連絡を待っていた。その時かかってきたその電話の相手は病院へ向かった妹のジェイミー。彼女はさも当たり前かのように姉マイラにこう言い放った。エリセオ、頭の怪我が原因で死んじゃったのね。え、姉さんが押しつぶしたことにしてくれない？マイラの証言の通り、妹のジェイミーは日頃から子供たちへの虐待を繰り返していました。さらに寝たきりのマイラにたびたび育児を押し付けては自分だけ外出して遊びほうけていたとも。しかしいくらジェイミーが母の自覚に欠ける女性だとしても、マイラには彼女をかばう明確な理由がありました。どうせ私はもう長くは生きられない。私が死んだらこの子たちは誰が守るの？そう、1年以上も寝たきりの状態で歩くことさえ困難だったマイラはもはや自身の死期を悟っていました。たとえ虐待を繰り返す母親だったとしても、妹のジェイミーが逮捕されてしまえば子供たちは路頭に迷ってしまう。それがこの事件においてマイラが唯一懸念していたことだったんです。もしマイラが本当にエリセオ君を押しつぶしていたとしたら、死刑も免れられそうもないそんな状況。それでもなお彼女にとっては妹とその子供たちを守ることだけが正義だったんです。こうしてマイラの証言によりついに浮き彫りになったエリセオ君の死の真相。警察はすぐさま妹ジェイミーの逮捕に動きます。しかし彼女はこの時すでに国外へ逃亡してしまっていました。腹立つわね。何、お姉さんに罪なすりつけといて、バレそうになったら国外逃亡って。次はこれも言っちゃ悪いけど、マイラもそんな罪を被るに値する女じゃないわよ、こんなやつ。ほんとね、ヤミコさんの言う通りで、ジェイミーをかばう必要なんてね、全くなかったんですよね。子供たちにとって本当に必要なのっていうのは、ジェイミーじゃなくてこうね、マイラの方だったんじゃないかなと思いますよ ね、この状況から。マイラの決意。結局エリセオ君を殺害した真犯人ジェイミーは国外逃亡から2年後の2010年に逮捕されることに。ジェイミーには児童傷害罪で懲役15年の判決が下され、2025年まで服役予定となっています。一方でマイラは裁判のストレスでさらに体重を増やし、この時には544キロにまでなってしまったんです。ただ彼女には悪化する病状に屈する暇などなかったのです。妹の代わりに私が残された子供たちを立派に育てるのよ。そう、マイラは事件の真相を明かしたことで子供たちから母親を奪ってしまった自責の念に駆られていました。彼女は病気を言い訳にせず、きちんと自分の手で子供たちを育てられる状況を作ることを固く誓ったんです。そこからの闘病生活は壮絶以外の言葉では表せないほどのもの。肥満専門医にかかるため、ヒューストンの病院への入院が決まった際には自宅から搬送するために壁に穴を開けるほどの騒ぎ。搬送用トラックに彼女の体を乗せるためには実に10人の作業員を要したといいます。食べて470キロってすごい体重なのね。何、家の壁壊さないと出られない？プラス、いやすごいよね。トラックで輸送みたいな、もうすっごい大きい荷物運んでるみたいな感じになっちゃう。聞いたことないわよ。信じられないですよね、本当に。まあ、そしてですね、そうまでして買い回って、この後マイラは見事に病気を乗り越えていくんです。ヒューストンの病院への移送後は24時間体制でのマイラの治療が開始。余分な皮膚や腫瘍の切除など大掛かりな手術が計6回にもわたり行われました。さらにセラピーやリハビリ、食事制限などを組み合わせ、マイラは入院生活の中であらゆる手段を駆使した肉体改造に臨んでいくんです。私が立ち上がれるようになった時、歩けるようになった時、子供たちはとっても喜んでくれたわ。あの子たちが私のモチベーションなの。そうやって壮絶なダイエットに挑戦したマイラは2013年時点で90キロまで減量。子供たちの親権も無事に取得し、現在は新たな恋人と共に妹から引き受けた大切な家族を守り続けているんです。 0.5 トンの殺人犯、ハーフトンキラーと呼ばれ全米に悪名を轟かせた女性、マイラ・ロサレス。その正体は自分の子供ではないその子たちを身を挺して守ろうとする誰よりも心優しい女性でした。残された子供たちのために400キロ近くの減量を成功させたマイラの行動を思えば、たとえ一度殺人犯をかばった人物だとしても誰も彼女を責められないはずなんです。